はい、どうもこんにちは。セッチミュージック、ギタリスト、音楽ライターの関口です。今日はですね、先日発表になりましたグラミー賞。こちらでですね、アメリカのプログレッシブメタルバンド、ドリームシアターが初受賞したということで、その話をしていこうかなと思います。これ本当にすごいことで、もう快挙と言えるような出来事なんですけど、まあ僕もね、ちょっと興奮してます。内容としては先に私がブログに書いてますので、こちらもまあベースにお伝えしようかなと思います。というわけでメニューはこんな感じですね。じゃあ早速行きましょう。まずそもそもグラミー賞って何っていうところからお話ししていこうかなと思うんですけど、グラミー賞はですね、アメリカのザ・レコーディング・アカデミーっていうところが、まあ、主催している音楽賞のことですね。で、このザ・レコーディング・アカデミーって何かっていうと、まあ、アメリカの音楽と音楽産業と、まあ、文化の向上に寄与する、まあ、レコーディング・プロフェッショナル組織ということでですね、アメリカのですね、音楽業界全体のことを思って組織された団体ということですね。まあ、そこが主催している音楽賞、これがグラミー賞ということになります。で、グラミー賞時代はアメリカの音楽産業において優れた作品やクリエイターの業績を称え、業界全体のですね、復興と支援を目的とした賞であってですね、世界には数ある音楽賞がありますけども、その中でも最も権威のある賞ですね。映画におけるアカデミー賞ってあると思うんですけど、それのまあ音楽バージョンと捉えていいと思います。ちなみにですね、これまで日本人の受賞者っていうのが、何人かいるんですが、一番最初はですね、1987年の石岡英子さんですね。彼女はですね、マイルス・デイビスのチュチュっていうアルバムのアルバムアートを手掛けたということで、ベストアルバムパッケージ賞をですね、1987年に受賞してます。あとはですね、1989年坂本龍一さんとかですね、最近ではですね、2011年にビーズの松本隆弘さん、彼がですね、ギタリストのラリー・カールトンと一緒にですね、Take Your Pick っていうインストアルバムを出したんですけども、これがですね、ベストポップインストルメンタルアルバム賞ということで、グラミー賞を獲得してます。あとは上原ひろみさんとか、小沢誠二さんとか、直近ではですね、こちら2021年ですね、小川慶太さんというですね、スナーキーパピーでドラムとかパーカッションをやってる方なんですが、この方がですね、最優秀コンテンポラリーインストルメンタルアルバム賞ということで、獲得しています。で、今言ったようにですね、グラミー賞ってすごい部門の幅が広いんですよ。その中でですね、ドリームシアターはですね、今回ベストメタルパフォーマンス賞ということで、獲得してます。で、このベストメタルパフォーマンス部門というのはですね、まあ、これまでメタリカとかオジー・オズボーン、スレイヤー、あとツールといったトップ中のトップといえるメタルバンドがその栄光を勝ち取ってきた部門ということになりますね。まあ、要はですね、まあ、ここにノミネートされただけでも光栄、受賞となるとですね、まあ、トップクラスのミュージシャンでさえ、まあ、多いそれとはかなわない、大変な栄誉だと言えますね。特にね、面白いのがグラミー賞って別にその年の年間ランキング1位になったアルバムとか年間ランキング1位になったシングルみたいのが受賞するっていうわけでもないんですよ。だからね、それがすごく面白いところだと思います。はい、続きましてドリームシアターとグラミー賞の関係についてお話ししたいと思うんですが、実はですね、ドリームシアターがグラミー賞にノミネートされたのはですね、現体制すなわちですね、ドラマーのマイク・マンジーニが加入してからの話になります。それまでのドラマーのマイク・ポートノイの時はグラミー賞にそもそもノミネートされていなかったんですね。これ結構意外です。ドリームシアターのグラミー賞初ノミネートはですね、2011年のア・ドラマティック・ターン・オブ・イベントに収録されたオン・ザ・バック・オブ・エンジェルズっていう曲です。まあ、年内にノミネートされて、まあ、年が明けて2012年に発表っていう感じになるんですけども、まあ、その時はですね、惜しくも受賞を逃します。この2012年と2013年はメタルとハードロックっていう部門が1個にまとまってたんですよ。まあ、その関係もあって結構激戦になったと見られます。ちなみにですね、この時受賞したのは、フーファイターズのホワイトリモっていう曲ですね。続いてですね、グラミー賞ノミネートの2回目はですね、2013年に出したアルバムドリームシアターというアルバムを出したんですが、これからですね、 The Enemy Inside が、まあ、2014年のグラミー賞にノミネートされています。ですがですね、まあ、この時もまた、ブラックサバスの God is Dead が受賞したということで、まあ、そこに敗れてしまったわけですね。まあ、ということで、まあ、ノミネートはされつつもあと一歩届かなかったっていうのが、まあ、ドリームシアターとグラミー賞の関係性と言えそうです。そして今回ですよ、2021年にですね、ドリームシアターは A View From The Top Of The World というニューアルバムを出しました。そこに収録された The Alien という曲がですね、再度グラミー賞のベストメタルパフォーマンス部門にてノミネートされていました。ちなみに今回ノミネートされた作品を列挙してみると、デフトーンズの Genesis、ドリームシアターの The Alien、ゴジラの Amazonia、 マストドンの Pushing The Tides、ロブゾンビのザ・トライアンフ・オブ・キング・フリークという感じでですね、まあ、ざっと名前を見回しただけでも、まあ、そうそうたるメンツですよね。で、この中で見事ドリームシアターのジ・エイリアンが受賞ということになったわけですよ。受賞式に登壇したのはですね、ギタリストのジョン・ペトルーシです。で、彼はですね、登壇して一言目に This is absolutely insane と叫ぶわけですよ。まあ、これはですね、まあ、こんなの絶対おかしいよと、まあ、そんな信じられないような気持ちをまあ表現してるわけですね。
その時のスピーチはですね、音楽ニュースサイトのバークスがですね翻訳してくれたので、それをちょっと読み上げてみようと思います。バンドを代表してレコーディングアカデミーと俺たちに投票してくれた人たち全員に感謝したい。ご存知の通り俺たちの曲は長すぎると言われてきた。奇妙な表紙記号を使いギターソロが多すぎると。実際この曲は8分の17でそれに合わせ足で表紙を取るようにしてくれ。それでも俺たちはグラミー賞を受賞した。耳を傾けなくてよかった。世界中のドリームシアターファンたち、やったぜ。俺らは君たちを愛している。プログやプログメタルのファンたち、君らのアートに忠実であり続けてくれ。そいつは健在だ。もう大変熱がこもってるスピーチです。まあ、ちなみにこの耳を傾けなくてよかったっていうのは、まあ、曲が長いよっていう指摘をたびたび受けてきたけども、まあ、自分のね信念を貫き通したと、まあ、バンドのスタイルとかっていうのがあるので、まあ、そういう忠告も受けつつも自分たちのスタイルに忠実にあり続けた結果だよっていうことをここで言ってるわけですね。ちなみにペトルーシもですねこのスピーチの中で、まあ、17拍子の曲だよって言ってるんですけど、これはですねもうイントロから聴けるパターンでですね、ドリームシアターのお箱的な、まあ、特にマイクマンジニア得意としているパターンなのかな、557のリズムで刻まれているのでですね、その辺もちょっと注目して今後聴いてみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでグラミー賞については以上となるんですけども、ここでですねこちら今回受賞した The Alien が収録されたドリームシアターの A View from the Top of the World の日本版なんですが、実はですね僕この日本版だけじゃなくてですね、海外の限定リミテッドエディションも実は買ってるんですよ。でこれは前に YouTube のコミュニティページで紹介したんですけども、実はですねそれを開封するっていう動画は結局作らなくてですね、まあ、これいい機会なのでちょっと皆さんで見ていこうかなと思います。それがこれですね。おーかっけーということでですね、こちらが輸入版のドリームシアター View from the Top of the World の、リミテッドエディションというか、まあ、全部のせパックみたいな、そういうボックスですね。こんぐらいの厚みのあるボックスになってます。で限定4000セットかな。でそこそこの値段したと思うんですけども、ちょっとユーロだったのであんま覚えてないですということでこれをですねちょっと開けつつ見ていこうかなと思います。はい、というわけで View from the Top of the World もこれ海外限定エディションなんですが、ご覧の通りですねカメラ結構引いてるんですけど入らないです。そんぐらいね大きいんですが、まあ大きさの版的には、まあ、レコード版ぐらいの大きさですね。なんかウォールシェルフとか使ってそのまま壁に飾ってもいいかもしれないです。じゃあちょっと開けてみましょうか。開けますとでーん、こんな感じです。これはですね、まあ、証明書ですね。このエディション版はドリームシアターがもう証明してますよっていうことです。ここに、全部で4000分の1928番目の証明って書いてあります。ドリームシアター的には1928はかなりいい数字なんじゃないかと、個人的に思ってます。そしてこの白い紙はですね、まあ、折りたたまれてるんですがポスターですね。こうかいいか、逆だ逆、違う違う、こうだこうのポスター、この靴とね少年のデザインがなってますね。続きましてこちら、これ何かっていうと多分レコードがこう傷つかないようにするための、クッションですか。これなこういうのって名前あるんですかね、ちょっと詳しくないのであれなんですが、しっかりですねこのようにメンバーがプリントされているデザインになってますね。でこっちの内側の方も、まあ、ドリームシアターともう延々こう書いてあります。これなんかあれですね、今ドリームシアターが積極的に出しているロストノットフォーゴトゥンシリーズのなんかジャケットに近しいものを感じますね。続きましてこちらはニット帽ですね。ドリームシアターのロゴ入りのですねニット帽になります。これなかなかおしゃれですね。おしゃれだけどあんま僕ねニット帽をかぶるあれがないんですけど、折って使ったらいいのかな。まあ、折って使うと、まあ、こっちには雲のロゴが入ってますけど、これは帽子のメーカーかなみたいな感じですね。続きましてこちら、こちらはアナログ版ですね。レコードになります。ちょっとレコード聴ける環境がないのでこれを今開けるのはちょっとリスク高め、開けます。はい、開封しました。開いてみましょう。じゃじゃーん、おー、こんな感じで、アートワークとメンバーの写真となっている見開きになってます。そしてですね中には怖すぎる、よいしょ、こんな感じでレコード版がしっかり入っているという感じですね。まあ、レコードなんでしっかり2枚組ですね。2枚組かな、ビュー3って書いてある。これさちょっと見えるかわかんないですけど、
にさ、ビュー3って入ってるからさ、多分3枚組になってんのかな、レコードが。ドリームシアターぐらいの長さだと、レコードにすると3枚組なんですね。はい、ということ感じです。そして、最後がこちら CD ですね。あ、最後じゃなかった、ごめんじゃこっち先行こうか。こちらですね、ポストカード的な感じかな、アートワークカード。各楽曲のですね、まあ、今回これが、グラミー賞獲得した G エイリアンですが、各楽曲のですね、アートワークがこういう風にカードになってるという感じですね。これかっこいいな、マジで。どれかさ、部屋に飾ってもいいですよね。ちょっともったいない気もするけど、はい、ちょっと後で見てみます。そしてこんな感じの、ドリームシアターロゴが入ったキーホルダーですね。こんなのもついてるという感じです。じゃあ CD の方を見てみましょうか。前回のディスタンスオーバータイムの時も、あの、このサイズ感のエディションを買ったんですよ、僕。まあ、今回も同じだと思います、その辺は。はい、 OK、 はい、剥きました。ということで開いてみましょう。こんな感じで、まずはディスクが3枚入ってます。多分ディスク1は、普通の本編ですね。でディスク2はもしかしたらあれかな、カラオケ音源的なあれかな。でディスク3は、まあ、ブルーレイって書いてあるんで、おそらく本編が収録されている各イメージ映像、イメージ映像というか、まあ、MV みたいなのが収録されているのが多分ディスク3です。あとは前作のディスタンスオーバータイムの時と同様、アートワークと歌詞となっている。要するに まあ、でっかい歌詞カードですね。こんな感じで、いや、いいですね、かっこいいですね。これようやく開けたわ。あ、いいですね、あしゃ、かっこいいっすね。マンジーニが実はなんかもう今回のグラミー賞立役者なんかじゃないかなって個人的にちょっと思ってるんですけどね、という感じでした。はい、ということで海外版のリミテッドエディション開封式でした。はい、ということで今回はドリームシアターが初のグラミー賞受賞ということで、本当におめでとうございます。素晴らしいアルバムでした。今後ね、まあプログレッシブメタルの波が来るかどうかは微妙なんですけども、まあグラミー賞取ったわけですからね、これを機に、ドリームシアター聴く人がまた増えるんじゃないかなと、個人的に期待しています。はい、ということで本日の動画は以上となります。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。またですね、Twitter、そしてブログもですね更新してますので、概要欄からそちらもチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。